の竹明です。というわけで、ね、今回はですね、最近大阪の日本橋大食いの聖地にもよく行ってたんやけど、今回は東京の大食いの聖地秋葉原までやってきました。一応俺秋葉原来すぎ。なんかね、大体泊まってるねビジネスホテルがね秋葉原っていうことが多いよね。ということでね、本日やっていきたいのが、まあいろんなね、なんとか森なんとか森みたいな言ってきたやんか、まあ、もう散々言ってるよ、もうないんちゃうっていう、もう何森が出てきてもびっくりせえへんっていうのがあるんやけど、今回はねホームラン森のカレー屋さんがあるみたいです。もうね、実はね店の前まで来てるんよ。こちらカレーの市民アルバさんっていう、なんかその大食いの聖地として知られてるらしくて、もう本当に大食いの人やったらもうここ結構いろんな YouTuber さんのことも言ってるみたいなよね。検証、果たして秋葉原最強と呼ばれている超大盛りホームラン盛りカレーを竹焼ショーは完食できるのかどうか、早速中に入ってやっていきたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。竹焼ショー。ご飯の量が小盛り、並盛り、大盛り、特盛り450とかあるよ。え、でもこれだけじゃないってことやねんな、多分な。券売機の方にとんでもないもっとそれより大きい盛りがあるっての聞いたんで、まあ、とりあえず中に入ったらいいんか。見て、カレーの市民アルバのこの店のなんか萌えキャラクターみたいなもんやけど、なんかちょっと画風がちょっと古くない？少女漫画リボンっぽい作風じゃない？え、どんな感じなの？まあカレーメニューではあるよな。ほう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 、揚げ物カレー、その他カレー、ここじゃない？ホームランダブルカツカレー、これえぐいやつや。多分ホームランカレーの、なるほどね、トッピングがえぐいや。ホームラン盛りとかじゃないや、ホームランカレーっていう、そもそも超でかいカレーの特盛り、これがやばいらしいよね。取り消しました。あ、取り消された、ごめんなさい。これね、これね、ここの特盛りを注文していきたいと思います。発見中です。でも久しぶりかも、ちゃんとなんかこう大盛りチャレンジみたいなさ。いや分かれへんね、しかも東京の方やからさ、どんぐらいの量で来るとか分かれへん。怖い怖い怖い、もうやだやだやだ、食べきれるかなっていうのもそもそもあるもんな。あ、ちなみに新しく竹焼ショーブランドを作ったということで、竹焼ショーのこのブランドの服でございます着用した。もしよかったら受注生産なので、皆さん概要欄から購入してみてください。ホームランカレー特盛です。はい、ありがとうございます。マジで、え、やばっ。ということで、これが1キロ超えのホームランカレー特盛りでございます。でけえ、何をもっとホームランなんこれ。カツと目玉焼きとウインナーとエビフライとカレー類、まあ、これだけで多分 1.5?2 キロはないぐらいか。いや、しかもさ、今日俺ら仕事でさ、あの大阪から東京に来たの、1食目の食事これ全然いいんやけどね。それではいただきます。だからお前ら絶対にさ、これちょっとちっちゃいかもと思ったやろ、まあ、これ 1.5 キロ2キロはいないんぞ。感覚がバクしてる。それではいただきます。どんな感じの味なのかな。まず味やね。あ、うまっ。めちゃくちゃうまいかな。うん、じゃあこのカツいただきます。うん、うまいのよ、まず普通にマジで。てかさ、最近聞いてや、パソコンぶっ潰れてんマジで。いや、結構さ、ギリギリの極限の状態で毎日動画投稿ってさ続けてるわけなのね。だから誰がかけても毎日動画投稿が続けられへんみたいな感じでやっててんけどさ、弟のパソコンがぶっ壊れて、しかもそこに案件動画のデータとコムドットのデータも入ってたんやろ。積んだって思って、バカ忙しかった。それで辛い。それでも毎日動画投稿は途切れずにやっている。あ、マジでショックやった。今年入った中で2番目にショックやった。だってもう一回編集1からやり直すってマジでね。 RPG をオールでやってなんか6時間ぐらいレベルアップした後にセーブできてなくて、もう一回レベルアップ6時間し直さなきゃ。その感覚で肝心のさ、マジで今年すげえショックやったことあって、知らん番号から電話かかったんよ。で、怖いんよ、知らん番号から電話かかるとさ。なんか昔電話出てくときにさ
本物やみたいな感じのことがあったりとかして、だからまあそれからね、出るのちょっと躊躇してたよね。でこの前科学行ってて、しかも携帯の電話番号って無視しようと思って無視してたよ。でもメッセージ届いてて、携帯の電話番号にメッセージ送れるやんか。でメッセージみたいに、じゃあ俺自分の家から今借りてる駐車場めっちゃ遠いんよ。そこにずっと予約を、もし空きができたらここ止めてくださいって言ったのが、まあ、これマンション、これが今止めてる駐車場、ここの抽選をずっとやってたんやん。でメッセージ見たら、ここの空きができましたと、8年ぶりぐらいにいついつまでに連絡くださいって言われてて、それが2日前ぐらいに来てたんやで、いついつまでの期限の夜中に気づいたんや。ああ急いで連絡しなと思って、ここで今気づきましたみたいな、明日朝一で連絡しますって、朝一で連絡したらもう時すでに遅いし、他に契約者が決まってたっていう。もう立ち直られへんかった。あれは今年だった中で一番辛かったな、マジで。毎日のことやからな、出勤とかってさ。だからちょっとみんなもなんか今年だった嫌なことみたいなのをインスタの質問箱で募集したんで、後で読んでいきたいと思います。みんな何が嫌なことあったんやろな。てかさ、これウインナー入ってたりさ、カツ入ってたりさ、エビフライ入ってたりしてるやんか。なんだろう、もうここにキャベツも入ってるからさ、一貫バラバラなんかなって思うやんか。統一であんのかなって思うやんか。全部食ってみて、大体全ての具材をきちんと入れるやんか、ね、バラバラと思ってたもんが一つになりました。こんな統一感になると思って、本当に絵本でいうスイミーみたいな、集まって一つのでっかいカレーを作ってるみたいなこの戦いやってるか分かるけどな。でもカレーで思い出すのが、学生時代のやっぱ学食、なんか集まって弁当を作ってもらってない組はその学食行ってたよね。でそこで絵を食ってたからカレーやったよな。うわ懐かしいな。で俺マジで男子校ってさ、マジで怖いなって思う部分があって、ほんまに何やろな、刑務所とかでも言うやんか、女性との関わりなさすぎてもう男同士でそういう関係になってしまうみたいな。でこれ男子校もある意味そうやと思うねんな。そうだから俺当時、まあ、どっちかって言うと女側の方なのかな、モテた全然嬉しくない。俺マジ無理ないよ、本当に恋愛対象女の子しか無理で、学校のトイレあるやん、まあ、言ったら8個ぐらいあるわけよ。で俺が入った後にもう一人別の男入ってきて、同じクラスのやつやってるけど、窓なりに来たからね、8個こうあれあれトイレあるんだよ。窓なりに来た時にやっぱ恐怖を覚えたもん。あとこれも男子高校あるある、学校に5人ぐらい女子おるよ高校の時ね。男子校やけど、なんかしないけど5人ぐらい女の子って神5やったよ。全員顔が橋本環奈、堀北真希、二川景子みたいな、友達そんな感じに見えんのか。マジマジ、やっぱ人ってこう内状況で極限状態ってなったらそういう風に見えんねんなみたいな感じではマジ思ったもん。じゃあ最後に、今年一番ショックやったこと、俺はね先言ったことですよ、マジでショックやった。みんなどういうショックなことあんのかなって。彼女と別れたこと。てやな、ふうたまおどるいどるい、ここそういうやつの集まりやから。あ、どんまい、仲間仲間、こっち来いこっち来い。竹焼き賞の女装が可愛すぎることを改めて気づいたこと。そんなことないよ、まあここは秋葉原やけどさ。いや、てか俺やったな、メイド服で会ったわ。竹翔と結婚できなかったこと。なんでや、俺また結婚してないから全然可能性あるぞ。多分ないと思うけど。虫歯できた。でもなんか今知ってる、虫歯の治療法えぐいの。大阪でできんのかな分からん、東京でちょっといろいろ見ててんけどさ、虫歯ってとりあえず通わすやん、めちゃくちゃあれがすげえ嫌で、あのなんかね1日で全身麻酔して5時間6時間かなんか結構な手術で全て治してくれる、なんかそんな手術があるらしいよね。だから俺はそれをねやりたいと思って、やっぱ時間取られへんやん、定期的にそう通うっていうさ、1日で全てを終わらしたいよね。これはマジで俺やりたいなと思った。ニャンチューの声優さん変わること。マジでニャンチューだニャーみたいなやつやんな。あれ変わっちゃうんや。でもさ俺思うのがさ、声優とかってさ、だからスラムダンクとかでもなんかすげえ炎上してたよな。だから新作とか言って、じゃあ昔の声優がやるんかなと思ったら声優一新するみたいな叩かれてたよな。声優ってマジ大事よな。だから声優さん世代交代するやんか、まあ言うたらもう年齢的な問題でさ、やっぱモノマネして声がそっくりな人がそのまま受け継がれるとかじゃあかんのかな。だから抵抗なくさ見れるやんか、その次も。見事ごちそうさましました。あ、ごめんなさいね、ちょっとお水分が残っておる。はい、ごちそうさました。
というわけで、今回はですね、秋葉原にあるホームランカレー、ホームラン盛り、そしてとんでもね量の多さの 1.5 キロぐらいだったかなのカレーを、食べることができました。ごちそうさまでした。始まる死ななる